言及10分の1の懲戒処分となったのは当時健康福祉部に所属していた男性課長と男性審議員です孔子市によりますと2人は重度心身障害者への医療費助成と併用できない指定難病医療の公費負担を受けている市民に対し女性の対象外と知りながら支給を続けていたということです2人は将来的に制度が変わり対象外ではなくなると見込んで 担当職員から報告を受けながらもおととしからの2年間およそ30人に対し月に合わせて10万円ほどを支給していました孔子市は今後返金を求めるか協議しています